2004年に原監督が就任、その5年後、33年ぶりに出場した85回大会は総合22位でした。そこから原出雲をチームに浸透させ、過去7年で5度の総合優勝。しかし前回は4位、悔しさを武器に牙を研いだ1年は青学史上最強軍団を作り上げました。この糸を紡いで織りなした原監督の最高傑作。さあ9区中丸ウェイト、区間新記録更新も狙えます。10区中倉博信に今たすきを渡しました。強い青山学院が戻ってきました。2年ぶり6回目の総合優勝へ、中村唯翔歴史を動かした区間新記録達成。14年ぶりに首都高13の記録を更新しました。1時間7分台、1時間7分15秒総合優勝へ弾みをつけた中村唯翔の快走であります。